さあいかででしたいや楽しかったたや楽っすよねこの「うちの中を本当に明るくする」っていうのがディズニーの基本的なテーマではないかなってそんな感じがするわけですねさてこの「メリー・ポピンス」が封切られた同じ年に封切られたのがオードリー・ヘッパンの「マイ・フェア・レディ」だったわけですねこの「マイ・フェア・レディ」っていうのは実はブロードウェイの舞台で大変評判になったわけですねその時にブロードウェイで主役をやったのがジュリア・アンドレスだったわけです。 ところがワーナー映画がその映画家権を買ってですね、ワーナー映画として映画にする時にですね、ジュリアンドレスを主役に使わなかったわけです、まあ、舞台では有名だけども、映画の世界ではまだまだ無名だからということでオードリー・ヘッパンを主役にあったわけですねえその時にジュリアンドレスは悔し涙を流したんだそうですねやがて両方の作品が封じられましたえそしてて、ですね、アカデミーー賞のシーズンになって ジュリアンドレスが主演女優勝を取ったわけですよ。彼女は確かに嬉しかったでしょうね。まさにこれはですね、えー、彼女の勝利だったという人もいるわけですけどもね。まあ、オードレ・ヘッパンの演技の方も差し金に見事でした。しかしですね、まあ、オードレ・ヘッパンのマイ・フェレリーの方は、歌の部分が吹き替えだったわけですね。まあ、それが故に残念ながらオードリーの方は候補に上がらなかったんだそうですね。さて、アカデミー賞の威力っていうのはすごいなと思いますが、このメリー・ポピンスが、えー 契約された時にですね、彼女の出演料は12万5千ドルだったわけです。当時のお金でね。ところがアカデミー賞を取った途端にですね、次のハワイという作品では、なんと70万ドルにポーンと跳ね上がったのそうですね。すごいもんだと思いますよね。さあ、皆さん今日の映画お楽しみいただけましたでしょうか。